どうも、ハイチです。受験生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。12月もね、終わりを迎えて、2018年がね、もうすぐやってきます。高校生、センター試験を受ける方とか、あと中学生で私立入試を受ける方なんかは、あと数週間でね、そこの本番がやってきます。で、公立に関しても、あと2ヶ月ぐらいで、ね、本番が来るので、受験生にとって本当のラストスパートの時期に入ってきます。で、リクエストがあったっていうところもあってですね、受験生に向けて、ちょっとこう、思いよっていうか、そういうのを喋っていこうかなと思って、何喋ろうかなっていろいろ考えたんですけど、まとまらなくてですね、結構取り直してるんですけど、これ今。だから、ちょっと今回は、編集、カットをせずに、なんか思ったまま話します。で、ちょっと短く済ませますんで、グダグダになるかもしれないんですけどね、よかったら最後までお付き合いください。で、伝えたいことが本当に溢れます。いろんなこの相談を見て、あとは塾講師やってた時のいろんな子たちのを思い出すと、この時期はこういう風に悩んでるんだろうなとかいろいろ思うんですが、まず頑張ってる中で、みんな勉強をねやってると思うんですけど、頑張ってる中で自分が頑張ってるかどうか分かんなくなる瞬間が結構あると思います。受験勉強してるとね。で、これは本気を出せてるのかなっていう、自分に対する疑いねの部分が出てきたりとか、あとは周りと比べちゃうと、周りはもっとやってるような気がするんだよね。そうすると自分がダメに思えてきたりしてくるんですけど、もちろんね、この動画を見てる何人か分かんないけど、全員のことを知ってるわけじゃないから、ちょっと無責任な言い方になってしまうんですけど、おそらく自分のこの動画のね見てる時点で頑張ってると思うんですよ。だって勉強に無関心だったらこの動画見ないと思うんでね。そう、なんか俺の、仕事しててもそうですけど、本気って分からなくないですか。自分の本気って、だって自分でしか決められないんだもん。人が、お、お前本気じゃんって言われたってさ、俺自身とかみんな自身がさ、本気ですってもし思えなければ本気じゃないし、それは。周りが本気じゃないよね、もっと本気出せよって言ってきても、自分が今本気で頑張ってるって思ってたらそれは本気なんだと思うし、でもやっぱり測りきれないし、受験っていうのはやっぱ不安がつきまとってきて、どん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 自分に自信がなくなっていく、その心がこうね疲弊していくからね、疲れていっちゃうから、そういうもんだと思うので、なかなかそういうふうに思いにくいんですけど、やっぱり頑張ってるんですよ、絶対みんな頑張ってるので。ね、なんでこんなこと言ってるかっていうと、その頑張ってないって、本気出せてないって思っちゃうと、そのね、自分なんてっていう自分にマイナスのイメージの方でその発言になっちゃってるから。で、いつも言うように、受験は気持ちで負けるともう勝てないんですわ、基本的にね。やっぱりできるって、なんとかしていこうって強い気持ちで戦って勉強してることを、どうせダメだろうなって思って勉強してるこの差もめちゃくちゃ出なくなってしまう、同じ勉強量をしたとしても。どうせやるんだったらさ、少しでも多くのものを吸収してほしいの、みんなに勉強していく中で。どうせ時間を割いてるんだから、そこに。だから気持ちを強く持てとか、自分に自信を持てよなんて言えない。自分に自信を持つことは難しいのは分かってるから、そこまでは言わないんだけど、否定するのを止めてほしい。これは、自分も多分やってたんだよね。そこまではっきり覚えてないけど、昔すぎてね。そう。でも、いろんな生徒見てきた中で、多いから、特に中学生。やめな、否定するの。頑張ってるから。ね。で、あと、数週間か、2ヶ月ね、その、目指してるものによってみんな違うとは思うんだけど、受験の日っていうのは、嫌でもやってくる。学校の宿題と違って、これだけやってくださいって言われた時に、うわこれしかやってる、まだこんだけ余ってるよ、早く頑張んなきゃってわけじゃなくって、みんながどういう過ごし方をしようともその日はやってくるの。だんだんこの瞬間近づいてるから、受験本番にね、そこまでをどう過ごすか、どういう気持ちでそこまでの準備をするかっていうのが受験だし、で、受験だけじゃないけど、やっぱり人生みんなが生きていく中で、できる限り後悔っていうものを少なく生きてほしいの。これは俺の生きるテーマでもあるんだけど、でも後悔ゼロにするっていうのはなかなか難しいと思うんだよね。やっぱりそれは難しい。でも少なくすることはできる。で、後悔を少なくするためには今頑張れること、できることをやっていくしかない。
勉強のことを考えればやらなきゃいけないものはいっぱい思いつくと思います、ね、いろんな科目があるからさ、あれもやんなきゃこれもやんなきゃって、ちょっとわーってなっちゃうから、でわーってなっちゃうと何もしたくなくなっちゃうから、だからそこは落ち着いて優先順位を決めるの。今まず何をすべきなの、何が一番目なのって、次何するのって、しっかり計画を立てる。ちょっとね焦らすような言い方になっちゃうけど、嫌でも受験は近づいてるからね、この瞬間。だからみんなが受験終わった時にこう、まあその後に合否ね、合格と不合格が出てしまうから、それが受験だから、戦いだから、そこはみんながね、この動画見てくれてるみんなが嬉し涙になってほしいと思ってるけど、多分それは綺麗事でしかないので、必ず悔し涙になる子もいる、うん、でも悔し涙になったとしても志望校に受かったから幸せになるわけじゃないの。志望校に入った後にもこうなんていうのかな、学校マジつまんないんだけどとか、学校辞めちゃう子とかさ、でもぐちぐち言いながら生活してる子もたくさん知ってるし、逆に第一志望に入れなかったけどその行った場所ですごい生き生き生きてる方も見たことある、たくさんいるんだよそういう子が。だから受験がゴールではないんだけど、でもきっとそこの違いっていうのは、その受験までにどんだけ戦ったかっていうのも違うと思うの。もちろん入ってからの環境もあるけど、だから受験本番までのあと数週間もしくは数ヶ月、この期間をなんかやり残すことがないように言ったらできないけど、でもできることを精一杯やって、順序立ててね、順序を決めて一個一個こなしてって、で受験本番迎え、まあ受験終わった後に、ああもうやりきったと、もう出し切ったとね、できればそこまで行ってほしいんだよ、もうやった私頑張ったってなってほしいけど、そこまで行かなくてもそこに近い感情になれるように、すっきりと頑張ったねって、頑張った私、頑張った俺って言えるように、すごく今苦しい真っ只中だと思うんですけど、ぜひね、あと少しの期間を、ラストスパートを頑張ってもらえたらと思います。はい、ということで、ぜひね、まあ、お互いになんだけど、俺自身もそうですけど、2018年ね、ぜひぜひいい年にしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から、他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。